はい、こんにちは、ジャンゴです。今回キャプゼロの動画なんですが、アップデートじゃない、メンテナンスが終わってね、海外選手のピックアップガチャが来て、カルツ、シェスター、マーガスの3人が加わりましたよということで、これね、引きたいんだけど、まあ、能力とかはね、この辺見れば載ってますよということで、まあ、この辺になるとね、技能で、まあ、同じチームのというか、ハンブルクのね、選手のスキルの威力が上がるようだったりとか、シェスターの方は、ハンブルクとブレーメンの数だけ、スキルの威力が上がるようと。まあ、この3人揃えるとね、技能持ちじゃないシュナイダーとか若林くんとかの、スキルも威力がアップしますと。若林も違うな、ハンブルグ選手のフォワードとミッドフィルダーとディフェンスのスキル威力 2% だから、若林は上がんないのか。だからこの3人は、シュナイダーを強化する選手なのかな。そうするとで、カルツだけは、若林の能力も、若林のスキル威力も上げられるのか。まあ、俺、若林持ってないから、どっちかっていうと、そうだな、シェスターとかマーガスでも構わないって感じかな。まあ、カルツ引くのが一番いい気はするけどね。うん、カルツの場合は、3% アップだからね。他が 2% アップだから、カルツが一番の当たりかな、一応この中で言うと。うん。そんな感じだね、このガチャについては。で、これについては、こっちのね、1回限定の優勝3000のやつもあるので、こっちをね、ちょっと引きたいんだけど、体力パック買ってから引こうかなと、今優勝分がね、そんなにたくさんないので、そうだね。うん。優勝分が470しかないので、で、海外選手ピックアップガチャの、優勝60のやつは引いたけど、普通に星2でした。小学校の石崎とかだったかな。まあ、なんでもいいんだけど。で、ミラクルガチャの方も継続してありますよと。で、こっちは、そうだね。3回引くと1回無料のやつがあって、今回出たカルツ、シェスター、マガスの方は、ただのピックアップでチケットと優勝60があるよっていうことで、まあ、10回で、1回無料とか、10回でじゃない、10連3回で1回無料とか、そういうのはこっちはないという感じですね。まあ、とりあえずね、これを引いて結果次第でって感じで考えてますと。で、そんなところかな、ガチャは。で、あとね、そう、遠征試合。ねえ、ブレーメンが新しく加わりましたよということで、あれ？触っても反応しないんだけど、あ、固まった。なんでだ。あれ？お知らせがなんか、見れないぞ。あ、見れた。まあね、遠征試合ブレーメン編が始まりましたよということで、これの特効がやっぱりか、今回の新キャラとか、あとシュナイダーと若林持ってないの痛いな、やっぱり。ちょっとそこら辺も含めてだけど、まあ優勝のガチャで何が出るかというところかな。今のところはね、あんまり特攻がいないからね、回る回数を抑えてるんだけど、まあ体力パックとかで、特攻引いてから回るかなって感じかな。シュナイダー引いちゃうと、まあスキルが強くなるのはいいんだけど、特攻が増えないからちょっとどうしようかなって気持ちにはなるかな、この優勝を引くときはね。で、あとね、調整の奇跡っていうのが、あれ、なんかお知らせがちょっと調子悪くない？なんか今指で触ってるんだけど反応しないな。もう遅いよ。はい、調整の奇跡っていうのが、新しく増えて、これはね、スタミナ使わずに戦えるんだけど、技能を持った強敵たちに挑戦して挑戦の記録を集めようということで、集めたやつは交換所で、変えられますと、いろいろなものと。
という感じかな。うん。で、これについてはね、初勝利報酬でしかゲットできないから、集会とかできないってことだよね、きっと。で、7月10日メンテナンス以降、2週間ごとにクリア状況をリセットします。だから、その都度クリアしていってねってことなんだと思います。だから、まあ、体力ゼロだけど、たくさん周回するっていうよりは、一回クリアしたら終わりって感じで、全部クリアできるかな、みたいな感じかな。一定期間内に、リセットされて、またもう一回、クリア報酬が手に入るようになっていくっていうようなイベントなんだと思います。ってことで、まあ一応下から挑んでってはいるんだけど、これか。まあ上の方がね、強すぎるんで、とりあえず下からやっていこうと思いますっていう感じかな。うん。で、交換所見ると、進化ボールと、限界突破ボールと、ということで交換が6までできると。だから8と10の時で2枚あれば一応10まで限界突破できるようになるよっていうところだね、これは。でね、やっぱりね、限界突破ボールって、素材見ればいいのかな、そう、ここにね入っちゃうんだよね、あのカードの数に入っちゃうから。やっぱりね、これね、ドリブルとか分ける必要なかったと思うんだよね。だって、なんだっけ。ちょっと待って。スキルの絞り込みで見ると、シュート、パス、ドリブル、タックル、ブロック、パスカット、キャッチ、パンチだから、8でしょ?ってことは、4、6、8、10の4種類の8だから、32種類もさ、進化ボールあったら邪魔でしょ?1000しかカード持てないのにっていう。星3スキル進化ボール、星4スキル進化ボールはさ、星4ドリブルスキル進化ボールとかって分かれてないじゃん。分かれてたらここいっぱいになっちゃうでしょっていう。だからね、ちょっとね、限界突破ボールをね、分けてる意味も分かんないんだよね。普通にランク4限界突破ボール、ランク6限界突破ボールでほんと良かったと思う。最初に足された時もね、そんなこと言ったんだけど、まずさ、ロベルトノートはさ、アイテム一覧に入るじゃん。ここって別に数の制限ないから、どんだけ分かれてても全然問題ないというか関係ないんだけど、進化ボール、限界突破ボールに関しては、このカードの枠をね、埋めちゃうから、なんかスキルの種類ごとにああやって分けられちゃうとね、ちょっとね、人によって圧迫するんじゃないかなって。新規で始めた人とかカードワーク1000もないし、そこに翼コイン使うより育成に使いたいと思うので、そう考えるとね、ここね、ちょっと限界突破ボールの追加は嬉しいけど、こんなに細かく分ける必要あったかみたいな感じはしますね。っていう、まあ、愚痴を言ったところで、まあ、今回の動画は、そうだね、メンテ明けのいろいろな話をして、ガチャはちょっとまだ引けないんでね、引けるときにまた引きやりますってことで、終わりにしようと思うんだけど、その前に、中学のね、沢田武史のバッジが、バッジマッチでね、ちょっと地味に溜まったので、ここをゲットして、あ、いや、ちょっと待てよ。そうか。もしかしたらこれ引いた時に確定枠以外でたけし出る可能性もあるんだよね。そしたら進化にバッジ使いたいから、ちょっとあれだな、ガチャ回してからさっきのバッジのたけしは変えようかな。ってことで、じゃあ、うん、今回の動画に関しては、メンテ明けの、いろいろ、あ、そうだ、リーグが変わった話してない、危ねえ。まあ、リーグがね、ちょっと、いろいろ仕様変更しましたよということで、何が変わったかっていうと、何回でも挑戦できるようになって、その日のね、一番良かった5試合のスコアで、リーグの成績は反映するようになりましたってことで、だからね、負けてもリセットする必要がなくなったってことでね、負けたり引き分けだったりしても、そのまま続けて何試合かしてれば、とりあえず勝った試合が5つ埋まるから、
今回もね、多分引き分けがいっぱい入っててね、11回とりあえずなんか他のことしながらダラダラとやってたりしたんだけど、まあそういう風にできるから、ちょっと楽っていうか、まあやりやすくはなったのかな。あとまあ、何回でも挑戦できるから、こうやって相手を探して、この人にちょっと挑戦してみようかなっていうことでね、動画撮ってみるのも面白いかなっていうことでね、リーグの動画とかをね、何回も挑戦できるようになったことで、上げてみても面白いかなということを思いましたね。まあ、例えばね、なんかちょっとネタで作ろうとしたね、なでしこチームとかね、まあ、ちょっと選手が足りなくて男子が混ざってるんですけど、こういうのとか使ってね、遊んでみるっていうのも面白いのかなとかね。まあ、もうちょっと育てないと使えないんだけど、うん。まあ、そんな感じでね、リーグに関しては、まあ、いろいろね、何度も挑戦できるように、まあ、50回って制限はあったかな。何度も挑戦できるようになったことで、まあ、ちょっとネタチームで遊んでみようとか、そういうことをね、まあ、動画撮ってみたりしても面白いかなっていうことは思いましたねって感じかな。あとは、喋りやすいないよね、きっと。ってことでね、まあ、とりあえず今回は、メンテ明けのいろんな更新情報の話をして、ガチャについては、後日回そうと思いますということで、この動画はこれで終わりにしようと思います。では、ありがとうございました。よいしょ。